1368年から1372年にかけてのモスクワ・リトアニア戦争では、リトアニア大国アルギルダスによる1368年、1370年、及び1372年に行われたモスクワ大国への遠征並びに、それに付随し形で行われた、いくつかの戦闘について解説する。ロゴジスキー年代記は、アルギルダスによる一連の遠征について、 という表現を用いている。1367年のトベリ大公国では、ミクリン公、ミハイル・アレクサンドロビチとカシン公、バシーリー・ミハイロビチとの間で、領土上の問題をめぐって紛糾していた。バシーリーの息子であるミハイルが、モスクワ大公セミオン公満公の娘と結婚していたことからカシン側には、同大公国であったが、実質的な統治者は、 キエフ並びに全ーシの不主教、アレクシーであったがついた。他方、ミクリンガーには、ミハイルの姉妹、ユリアナと結婚していたリトアニア大公アルギルダスが、ついた。ミハイルがアルギルダスのとへ出発したその時に、バシーリー、ミハイル親子が、ドロゴブシ公エレメートモスクワの軍を引き連れて、トベリに攻め寄せて、同都市を包囲した。トベリは陥落こそ免れたもののボルガガワン。 一体が略奪された。ミハイルは、リトアニアの軍勢を伴って帰還して、エレメー軍を撃破して、過信に攻め寄せたもの,のトベリ主教、バシーリーの説得により撤退した。1368年に、ドミトリー・イバノビチはミハイルをモスクワに召喚し、アレクシーフ主教はその身の安全を、保障はした。だが、ミハイルに対して行われた、仲裁裁判によって、 身柄を拘束されて監禁下に置かれることとなったので、ある。思いもがけず、モスクワに到来した三人の多々ある貴族によって、ミハイルは辛くも、窮地を脱することができた。解放された、ミハイルであったがトベリには戻らずに、義兄帝のアルギルダスが統治するリトアニアに亡命した。15世紀に描かれたリトアニア大公アルギルダス。1368年の秋に、アルギルダスは、 リトアニアの大軍を引き連れて、モスクワへ進軍した。アルギルダスは、伝統的なやり方にのっとって、敵の極限地点を不意につこうと試みた。すなわち、いつものように北西からではなく、南西から攻撃したのである。これに対して、ドミートリーにできたことといえばわずかに、モスクワ、コロムナ。 ドミートルフの市民から構成されドミートリーミーニンとアキフシューバが指揮する民兵を派遣したことぐらいであった。この時にリトアニア軍はセミョンドミートリービチ・クラーピブ率いるスタローブ公国の新兵を撃破している。その後アルギルダスはオボロスクを占領して同地でコンスタンティン・ユーリビチを打ち取っている。 11月21日にトロセナ川でモスクワ民兵軍を壊滅させてすべての公、家、貴族、軍司令官を撃ち取った。すでにリトアニア軍がモスクワに差し迫ったことを受けてドミートリーは同都市に牢上した。この状態が3日間続きリトアニア軍はクレムリンを陥落させることはできなかったがモスクワ周囲を荒らし回って多くの捕虜と家畜を得た。アルギルダスは リボニア騎士団がリトアニアを攻撃したとの知らせを聞き、モスクワへの包囲を説いた。リトアニア軍は先に自らが荒廃させた道をたどるように西に去った。リトアニア軍の主要な戦力が激減したところを見計らって、ドミートリーのいとこであるブラディーミルンコを率いるモスクワ軍はスモレンスクとブリャンスクに報復の攻撃を行った。1370年に ドイツ騎士団がルダウの戦いで、リトアニアの大軍を撃破するとドミートリーは再び、トベリを包囲してミハイルはリトアニアに亡命した。クリスマスの再起に、アルギルダスは、弟のケイストゥティス、ミハイル及びソブヤストラフイバノビチ、この遠征に加わったことで、コンスタンティノープル総主協調から破門されている。1386年にリトアニアとの戦いで、戦士を引き連れて、 モスクワへ進軍した。リトアニア軍は、クレムリンへの攻撃の手始めとして、ボロコラムスクを攻撃した。同都市を守るバシーリー・ベレズイスキー公は、リトアニア軍の投げた槍で戦死した者の,の攻撃を撃退することができた。リトアニア軍は周囲を3日間略奪した後に、モスクワへ向けて進軍した。12月6日に、リトアニア軍は、モスクワへの包囲を開始したが、 この時に、ブラディーミル友観校は、ペレミシュリにて軍を招集していたが、彼のもとには、ブラディーミル・ドミートリー・ビチ公とリャザン大公、オレーグ・イバノビチの軍が合流した。一般的な見解では、アルギルダスは、クレムリンを落とすことができずに、自身の娘と、ブラディーミル友観校との結婚という形での和平を、提案したものの、ドミートリーは聖ペトロの日までの休戦のみに同意して、 アルギルダスはリトアニアに去ったとされる。他方、16世紀半ばに執筆された年代記者であるビホビエッツ年代記には、これとは異なる出来事の記述が含まれている。それによるとアルギルダスを撃退することが不可能であることを悟ったドミートリーは、アルギルダスのもとに自身がモスクワから放逐されないように住むようにとの嘆願と、莫大な贈り物の約束、 そして、相手が望むものすべての提供の胸をしたためた使者を、使わした。リトアニア大公は、モスクワ大公が莫大な贈り物を持参したことから、これを許して、現状を甘んじて受け入れ、それから馬にまたがって、モスクワの壁に、自身の槍を突き刺して、大声でモスクワ大公よ。この、リトアニアの槍がモスクワに突き立っていることを、覚えておくがいいと叫んでから帰国した。それから、 モジャイスキーとコロムナの国境線を確固たるものとして、莫大な戦利品と捕虜を伴って、リトアニアへ帰還した。1372年になって、トベリとモスクワとの間で、争いが勃発した。アルギルダスは、最初に、自身の長子である、ポラツクコー・アンドリュス、弟であるケイストゥティスとその息子のビータウタス、およびドミトリウス・ドゥルツキスを派遣し、それから遅れて、 自身がリブトスクへ向かって進軍した。同都市にて、リトアニア軍とトベリ軍が合流したその後に、ドミートリー率いるモスクワ軍が、密かに接近してきた。リトアニアの警備兵たちは、モスクワ軍によって壊滅させられた。両軍ともその場を離れて、互いに、それぞれの深い窪地を前にして退治した。数日後になって、 両者の間で7月31日から10月31日までの休戦が結ばれた。条約は、アルギルダス、ケーストティス兄弟及び、スモレンスク公、スビアトスラフの名で証明されたが、そこには、トベリ大公、ミハイル、ブリアンスク公・ドミートリー、その他諸公も含まれていた。アルギルダスは、ミハイルのモスクワに奪われた領地の奪還に関しては、彼自身に委ねることにし、 仮に、ミハイルがモスクワとの間で戦を起こさなかったとしても、それに介入しないことにした。1371年に、アルギルダスは、コンスタンティノープル総主教庁に対して、キエフに、スモレンスク、トベリ、ノボシリ及び、ニジニノブゴロドの領域を加えた形で、独自の不死教座を設置してくれるよう頼んだ。これは1373年から1375年の間に、 キプリアンを、キエフリとアニアの不主教の座に据えることで、達成することができたが、アルギルダスのこの行為は、ドミートリーの勇士である、アレクシー不主教没後に、新たな全ル子の不主教の擁立を見据えてのことで、あった。三百七十五年に、ミハイルが、ジョチウルスのヤルリクから、ブラディーミル対行位を配慮して、トベリ軍が、トルジョークとウグリチを攻撃するとドミートリーは、北東ル子。 スモレンスク公国、ブリャンスク公国並びに岡川上流公国軍の戦力を加えた軍勢を引き連れてトベリに進軍して包囲した。それに続くトベリに対するアルギルダスの軍事的行動に関して歴史家の間では伝統的に1372年の休戦条約を破ってまでのミハイルへの援助は不成功な試みであったと解釈されている。実際にアルギルダスは トベリへの遠征軍でもって、スモレンスク公国を荒らし回っていた。最終的にミハイルは、モスクワ大公の頂上権を認め、その反里とアニア同盟に加わることを余儀なくされた。ありがとうございます。